皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは凡人だからこそブランディングにこだわりたい、教室の軸と世界観を細部にわたってデザインするというお話をしたいと思います。私はコンサルタントをやっておりますが、今までの職業経歴の中に、インテリアコーディネーターだったりとかですね、デザインをするような仕事を数年入ってきてるんですね。経験というかキャリアの中で、そうするともちろんノウハウ的な、インターネット集客のノウハウだったりとか、実際にどういうふうにアナログとリアルで営業的な部分も含めて行動指針を出したりとかですね、どう動いていったらいいのか、そういう話も当然するんですけれども、おそらく他のコンサルタント、特に男性コンサルタントの方と比べた時の一番メリットというか得意な部分になるのが、やっぱデザインの部門も一緒に見ていけるっていうのが、私の一つの特徴になっているんですね。ですので、それはなぜそれをこだわる方が集客が楽になるかっていうと、私の扱っているクライアントさんのお客様、その先のお客様が女性だからです。女性の先生が女性のクライアントさんに商品を売っていくっていうことに、サービスを売っていくっていうことになるので、そこには当然デザインイコールブランディングですね、これが入ってくる必要がある。これがちょっと他の単なる数字を積み上げてとか、データからもちろん集客ってできるんですよ。教室集客とか SEO 対策だったりとか、いろいろそういうデータ積み上げた結果からやっていくっていうこともできるんですけど、いかんせんですね、女性の場合そのデータ上で動かない感情で動く生き物の部分がありましてですね、ここを読み切らないと結構外すこともあったりするんですね。なのでそのあたりも合わせてですね、見ていくと、頂点集客も楽になっていくし、その方自身の個性が際立っていくので、今日のテーマはブランディングということについてお話をしていきたいというふうに思ってます。まずですね、タイトルにですね、凡人だからこそブランディングにこだわりたいっていうお話をしました。これはブランドっていう言葉を使うとですね、いわゆるハイブランド、シャネルとかグッチとかいう、表参道とかに軒を連なっているようなブティックとか、そういうのが多分パッと頭にひらめくと思うんですけれども、確かにそれはそれでこう、どういうものを扱っていてとか、そのイメージですね、それをやはり作っているのはブランドですよね。でそれがあるから大企業しかできないとか思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、逆でですね、むしろ個人で勝負しなくてはいけない、教室家業だからこそ、ブランディング、そのブランディングっていうのは何も高く見せるとか高級そうに見せるっていうことがブランディングではなくてですね、その人らしさが際立つように分かりやすく統一された世界観を外向きに発信するって、これがブランディング、私が言う教室、授業の場合のブランディングですね。それを指すということになります。でその時のブランディングっていうのは、当然その人自身っていうこともあるし、あと教室本体の見せ方ですね、その両方を同時にやっていかないとやはりブランドが破綻します。はい。例を挙げますと、私パン教室をやっていた時にですね、もともと顧客層で年齢上目の方、50代60代の方で、時間とお金に余裕がある方で、デザインにこだわりたいとか、その従来にない教室に行きたいというちょっと変わった好奇心をお持ちの方を集める予定でしたので、その方向で人を集めるということは当然私自身も、そういう見え方の私である必要があるわけですよね。パン教室だけどパン教室じゃないみたいな、アトリエリブラっていう名前をつけた、アトリエっていう名前はパンだけ教えない可能性があるということを企業当初から思っていたので、アトリエ工房っていう名前にしておけばもしかしたらデザインとかを教えるかもしれないし、事実
数年後に私は電子書籍も教えたりとかしていたり、違う事業もやる可能性があったので、パン教室の延長で、だからアトリエっていう名前にしたんですけれども、それは今の私のコンサルティングのスタイルの前身がそのパン教室にあってですね、非常識っていう感覚がもともとありました。ですので、ストーリーを作って、今日お話しするディズニーのお話に絡んでくるんですけれども、ディズニーランドをモデリングしていますので、パン教室ですけれども、ディズニーランドのどこをモデリングしたのかっていうと、非日常と繰り返し期待というワクワクする空間っていう、これを一つのコンセプトに掲げていたので、私のヘッダーとかもちろん今でも残ってますけれども、ストーリーがパンの女神がパンを教えるというディズニーランドのようなストーリーを作り、実際に私は女神風の格好をし、パンのワンドを持ち、そして魔法をかけるっていう、そういうストーリーで写真を撮ってですね、パン教室のヘッダーにしてるわけですよ。当然変装までしてですね、そんなヘッダーを作るパンの先生なんていないので目立ちます。はい、それは非常識である、非日常であることを、ブランディングにしようと思ったので、変わっている方が分かりやすかったからですね。当然それをものすごく支持するタイプの方もいらっしゃいましたし、何この先生面白い、楽しそう、会いたいということで、結果としてはお客様は増えたんですけれども、当然違うところから耳に入ってくる話では、いや あんな変装する先生とこ怖くていけないとかいうのは、友達の友達の友達づてぐらいには意見として聞いたことはあります。でも私はそれを楽しいなって思ってくれる方とやれればいいなっていうふうに思っていたので、別にそれで落ち込むことも路線変更することも特にはしなかったんですね。ですので高級感っていうものは出しているイメージはありました。お値段も相場に比べると高めの教室だったので、その方たちがご満足いくような形でっていうイメージを伝えるためのカラーリングですね。割とグレーを基調にした金とか、あとはベースのロゴで使っているグリーンを基調とした、落ち着いた感じの配色ですね。これでウェブサイトとかも作ってあるので、当然落ち着いたとか高級感っていう路線を見せていくのであれば、フォントとかもゴシックとかもちろん一部使ってますけれども、エレガントな印象がある、年齢上の方が読んでて読みやすい、好まれる文字の字体で、明朝体っていうものがありますけれども、そういったものを中心にウェブサイトの字を書いていってるんですよね。ですからそのブランドっていうかブランディングですね、教室と自分とレッスンの内容、これがやはり一度決めていくとですね、その内容に沿って全てが回っていく形になりますので、むしろ凡人だからこそ整えるのを細部にこだわらないとぐちゃぐちゃになっちゃうっていう、そこで結構難しいんですよ。客観的に引いた目で見ないといけないので、なので今日はちょっとディズニーランドですね、この夢の国のこだわりと心配りが分かるディズニーの8つの裏話っていうのがありますので、これも合わせてお伝えしながら、どういった部分を実際に教室運営で気をつけていったらいいのかっていうこともちょっとお話をしたいと思います。まずですね、私はディズニーフリークじゃないですよ、ちなみに言うと分かりやすいモデルだったんでディズニーを出してるんですけれどもね、ディズニーのシンボルシンデレラ城の視覚効果っていうことで、一番ドーンと目の前に立ってるあれなんですけれどもね、設計上工夫がされてるらしいです。あれ、石垣とかタイル、窓などの大きさが下から上に向かってちょっとずつ小さくしてあるらしいんですよ。私もその観点で見たことはないんですけれどもね、この手法っていうのは建築的に強化遠近法っていう、手法を使っていて、実際に見るものよりも大きく見える視覚効果ですね。ですからそういうこう夢の国でかつドーンと大きいシンボルをより見せるっていうこだわりの設計、これ確か京都の桂離宮だったかな、それもこう後ろに向
に向かって数ミリずつだったかな、畳がちっちゃくなってってるんです。遠近法を使うためにそういう確か設計になってるっていうのを以前建築の時に聞いた記憶があります。まず一つ目がシンデレラ城の視覚効果にこだわる。でその2ですね、シンデレラ城はなぜ黄金の屋根なのかっていう話なんですけどね、白い壁に青い屋根が美しいシンデレラ城で、一番高い塔の、屋根だけ金色らしいですそういえばみたいな形なんですけどね、最も高い位置のそれがなぜ金色なのかっていうと、それは金色が、ウォルト・ディズニーが好きな色だったからっていうのが理由らしいんですけれどもね。でディズニー東京ディズニーランドはなんか1983年に開園したんですけど、ディズニーが1966年にこの世を去っていたので、まあその日本人とかアジアの人々が楽しむ姿を見ることもできなかったであろうウォルト・ディズニーに天国からでも見てもらえる、天国からディズニーランドを見つけてもらうのに一番近い場所、シンデレラ城の一番高いところの屋根を金色にしたっていう、まあ、そういう設計のね裏話もあるらしいです。そしてその3つ目ですね、シンデレラ城のショップの、ガラスの靴の前にも5つのモザイク壁画があるらしいですちょっと私これ知らないんですけどね、その壁画の中に本物のダイヤモンドがどうやら埋め込まれているらしいです。で、本物のダイヤモンドがあるらしいですどこだ、これはディズニーシンデレラが階段を駆け上がるシーンを描いたもの、左側の左足のピンクのドレスを着た女性のイヤリングが本物のダイヤモンドらしいんで、こういうなんか遊び心のねやっぱりディズニーいいですよね。あとワールドバザールですね、ディズニーランドの入り口のワールドバザール、いろんなお店が立ち並ぶショッピングモールらしいんですけれどもね、それでパークへの玄関口でもあるんですけれども、こうしたパークは一斉に人が入場するので開けたエントランスが多いんですけど、ワールドバザールは逆にレンガ造りのエントランスで柱も多くて狭いように感じられるんですよね。でこれはディズニーランドのやはりこだわりで、レンガのエントランスからパーク内が見えないようにしてあって、ガラスの屋根の広いで出ても屋根があることでまだシンデレラ城の全体が見えないということで、こう中にだんだん深く入り込んでいくことによってそのパークの全容が見えてくるっていう、そういう作りになっていて、ワールドバザールは夢と現実の世界の架け渡しになっているっていう、そういう場所らしいです。細部へのこだわりがすごいですよね。で5番目、ディズニーのトイレにない〇〇っていうのがあるらしいんですけど、ディズニーリゾート内のトイレには他の施設のトイレには普通にあるものがない、それは手を洗う洗面台の前の鏡がないらしいです。で一応入り口付近に身だしなみ用の鏡はあるらしいんですけども、こう洗面台にこうずらっと並んだ鏡はないらしいんですよ。でこれは鏡に映る自分を見て、ふと日常を思い出したり現実に引き戻されるのを防ぐためっていう、まあ、ディズニーランドならではの気遣いですよね。あと6番目、ディズニーリゾートの方では各テーマランドごとに雰囲気の違う BGM が流れているということですね。で、各エリアの境界で BGM が混ざることもなく自然に転換が行われているっていうことですね。でその仕掛けが水音とか滝とか水の流れる音で、そのパーク内とパーク内の境目に音楽が混じるっていうことがないように音が入るようにしてあったりとか、あと水音で BGM を消したり、一定距離内のみ音を響かせるスピーカーとか、結構細かいこだわりで音響も配置されているようです。あと7番目ですね、ゲストの安全とパークの平和を守るっていうことで、ディズニーシーとかではアルコール飲料も販売されてるんですけれどもね、キャストにの手に負えない事態とかが起こった時どうなるかっていうと、ゲストに混じってかなりの人数の私服警備員が回ってるらしいです。セキュリティキャストっていう人らしいんですけれどもね。でその迷子探しや怪我人の対応とか、あと防犯対策ですね。で幅広い役割を担っていて、迷子捜索は大々的な呼び出し放送で夢の国の雰囲気を壊さないような
ために私服警備員がたくさん回ってるらしいですね。そういう意味ではやはりすごいなというふうに思います。で、最後ですね、8番目、夢の国が現実に戻るディズニーランドの裏話ということで、パークが閉園した後のディズニーランドですね、次に新しくパークを訪れるゲストのためにアトラクションの整備、植物の手入れ、清掃などは、あらゆるメンテナンス作業に終わった後行われている。なので、夜中から早朝にかけて行われるっていうのがディズニーランドの世界観です。ショップの商品とか補充入れ替えもあり、ゲストが去った後のパーク内も、まあ、そういった、夜の方たちが動いていて、24時間だから結局稼働しているっていう、まあそれがディズニーランドであるっていうお話ですね。これ以外にもいろいろとやはり細かい、なんですかね、その内部の、例えば伝統っていうか照明とかの特注デザインとか、ああいうのも全て、夢の国っていう一本の、その夢の国に来ている人たちの気持ちを壊さないようにっていうことの気遣いにおいて全て動いているっていうのがディズニーランドの世界観なんですね。ですからここまで徹底することはできないかもしれないけれども、気持ちはそれぐらいに寄せた状態にまで、まあ、細部にこだわってほしいなというふうに思う。それが少しずつ少しずつこだわりが積み重なると、まあ、あなたの自身のブランドだったり、教室のブランディングっていうものになっていくので、私のところにいる長くいるコンサル生さんとかはですね、いろいろとコンセプトを一緒に作っていくので、その中で世界観っていうのが当然出来上がっていくんですよね。で、大切なのはその世界観を外に発信していく時です。で、高いものばかり高級ですよっていうことを見せるのがブランディングではないっていうのは冒頭に申し上げましたけど、その決めたコンセプトに沿った見せ方を統一していかないと伝わりにくいんですよね。まあ一番わかりやすいのはもちろん、ウェブサイトになるんですけれども、例えば明るく元気な印象のそういったお料理教室っていうことをブランディングにしようって決めた時にですね、ご自身が例えば動画を撮るとか、あとは写真に撮られる、ないしは、そのお料理の写真を撮る時にとかですね、全体コンセプトが元気で明るく楽しいっていうことをもしもコンセプトにしたら、少なくともご本人も元気で明るく楽しいっていう印象が伝わらないといけないし、撮る写真もそういったものを期待させるようなお料理の写真になってないといけないし、当然ウェブサイトもそういった明るさ感とか楽しさ感がつながるような、ウェブサイトになって、そうすると色使いもそうですし、フォントの、デザインもそうですし、あとはその中に書く言葉ですね、そういったものも全て統一されていかないといけないわけですよね。ですから、これがね、違和感があるとおかしいんですよ。だから整えていくっていうことが必要になってくるので、どういった形で整えていったらいいのかっていうのが当初ですね、ご自身でわからないケースが結構多いんですよ。そうすると私が結構よくお話をしたりします。こういうコンセプトで教室決めましたよね、であれば、この写真を使うのは合ってないですとか、この色合いはどうでしょうかっていうこともデザインチェックっていう意味では結構させていただいています。当然デザインチェックと同時に、文章チェックも同じ領域でやっていきます。そのこだわりというか教室全体のイメージに合わせた状態で文章っていうのが発信されないといけない。元気だったらやっぱり元気な様子が見えるような言葉遣いになってないといけないし、それはもちろん本人の個性を生かした上でですよ。だからブランディングっていうのは本人の個性がきちんと合致してないと上滑りする感じになるので、背伸びしすぎるのは良くないということもあります。ですから細部にこだわるっていうのは外の発信の姿も整えていくっていうことになるので、外から見える見え方が、講師として期待される姿があるのであれば、その形でやはりプロフィールとかも取っていく
方がいいと思いますし、それがだから自分とあまりにもかけ離れてる内容だと合わないから、ちゃんと自分自身の等身大にある程度合わせていかないといけないわけですけれども、演出っていうものが必要になります。ですからその時に妥協をあまりしていると、その整っていかないんですね、発信の内容が。だから譲れないところと譲れるところ、あと決めたコンセプトに沿って、ディズニーランドのようにですね、きちんと一貫して見せるデザインブランディングですね、これが必要になっていく。おそらく今後の教室はますます教室自体が増えていくので、それが分かりやすく外から見て伝わるようにブランディングしていくっていうことは必要なんじゃなかろうかなっていうふうに思いまして、今日はそんな話をさせていただきました。ご参考に。それでは。